身長ビヨン医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日なんですけども、ズバリなんですけど、身長先生式成長ホルモン治療について説明させていただきたいと思います。ということで、現在2024年のもう3月のもう末ですねってところで、まあ会員してかなりね、年数も経ってきて、もうあっという間にもうすぐ4年目になっちゃうのかなってところで、すごく時間が立ってきました。でその中で私もですね、治療の方法とかやり方っていうのがそのだいぶ、確立どんどんされていって、より一層こういう風にやったりでしょ、より一層こういう風にやったりでしょってことで、最初はいわゆる、論文上でどうなってるかで、それに対して実際どうするかっていうところで、もともとある既存の方法っていうのを、踏襲して皆さんに提供させていただく。でその中で、こういったのがいいよねとか、こういったのがいいよねってことで、だんだんこう積み上げていくっていうような形で、最初ですね、私会員した時ってね、このこういったですね、皆さんに説明するような資料ですね、こういったので、おそらく2ページとか3ページぐらいで説明してたんですけど、今はねその資料がなんと87ページだったっけな、これね87ページにわたってですね、皆さんにこう説明させていただくような、内容ってことで、かなりボリュームが増えてきました。でその中で、逆にですね、皆さんにとってですね、少しこうなんか分かりにくいというか、情報量が多すぎてってところで、もう少し治療内容をですね、明確に皆さんにお伝えしていくのが必要な時期になってきたというふうに感じております。ということで今回ですね、身長先生式成長ホルモン治療ってことで、名前を付けさせていただきましたということで、正直言うとやってる内容は今までと変わらないんですけども、より一層体系化してですね、皆さんにご理解いただきやすくなる、そういうふうにこれ考えておりますということで、身長先生成長ホルモン治療と。じゃあ具体的に何なのってことなんだけど、今までは単純に成長ホルモンを治療しましょうねとか、栄養補充しましょうねとか、思春期遅らせましょうねというふうにお話をしてたんですけども、今私のね考え方としてすごく大事になってくるのが、やはり当たり前なんだけども、それらを集学的に治療していくですね、シナジーとか、そういった言葉ですよね。例えば、これは医学の世界だと結構当たり前の流れになってきます。例えばがん治療ですね、がん治療も同じで、例えばですけど、放射線治療がいいよねとか、化学療法がいいよね、化学療法って抗がん剤のことですね、化学療法がいいよねとか、あと手術がいいよねとか、手術でもA の方法と B の方法がいいよねとか、いろんなことが議論されていくわけですね。ただその中でだんだん分かってくるわけですね、あれと、手術と放射線って組み合わせた方がいいんじゃないとか、もしかだけど手術と放射線と化学療法を組み合わせた方がいいんじゃないと。例えば化学療法も、例えば A という薬と B という薬があって、最初はどっちがいいかなっていう議論するんですね。ただしだんだん途中から、いやそもそも待てよと、 A と B を併用すればいいじゃないかとか、だんだんそういう風にして発展していくのが、医学だと、あるあるっていう原因になってきます。で、身長先生式成長ホルモン治療も、同じような考え方で、今までは、ある程度もちろんね、今後もオーダーメイド的な部分は出てくるんですけども、そういう風に、成長ホルモンは成長ホルモンと、栄養補充は栄養補充っていうような形でこう、ある程度バラバラに組み合わせてた部分もあるんだけど、今後に関して言うとそこら辺は全部ね、やっぱ丸めて治療していくってことが重要でしょうというふうな説明になってくると思います。と言いますと、具体的に言うと成長ホルモン治療と思春期コントロールする薬と栄養補充療法ですね、サプリメントですね、この3つを、総合的に治療していくっていうのがすごく重要になっていくというふうに考えてますね。今後基本的にこの治療をベースにして、皆さんに提供していきたいというふうに考えております。ではちょっとここでですね、少し皆さんにですね、概念的な部分ですね、理解していただきたいと思います。こちらですね、縦軸が伸び率、横軸が時間軸になってきます。で当然ですけども、思春期を迎えてこうね、ぐぐっと伸び率が上がってだんだん大人になってくるよってところになります。男の子であれば大体18歳とか、女の子であれば17歳とか16歳ぐらいまで、最終身長が伸びていくっていうような形になりますけども、このグラフの中ですね、その子のお子さんの最終身長というのはここの面積で表されるような形になってきます。この面積を最大化していくっていうことが我々の目的になってきます。でそこで、現在ですね、我々として手札としてあるのは成長ホルモン治療、そしてサプリメント、そして思春期コントロールするお薬っていうところなんですけども、まずは成長ホルモン治療とサプリメント、こちらは実は似てる、一方で思春期コントロール薬はまた別の薬だってことですね。ここをまずご理解いただきたいんですけども、この面積を最大化するにあたって2つ方法があるという形になります。1つは縦軸を改善するってことですね。この山の高さを上げてあげれば最終面積大きくなるわけですから、山の面積を大きくしましょうと。具体的にそれが成長ホルモン治療だったりだとかサプリメントになってきます。手元の画面にね、移動して説明していきたいと思います。ということで、先ほどお伝えした通りですね、この成長ホルモン治療やサプリメントっていうのはこの縦軸を改善するっていうのが目的になっています。例えばですけど、成長ホルモンやったりするとこのブーッと、身長伸び率が上がって、その分ね、身長が高くなると、サプリメントを補充すると同様にしてその分だけ上がっていくと。で、それに対してなんですけども、思春期が早く出るというのはどういう状況かというと、この山のピークがこう手前側に来ることを意味します。そうするとこの面積ですね、この面積っていうのは最初にお伝えした、この黒の面積ですね、この黒の面積より当然小さいですよね。なので、身長が低くなると、だから思春期早発症の人が身長が低くなるというのはこういった原理に基づきます。でこの縦軸を
を改善する成長ホルモンとサプリメントに対して思春期を遅らせるお薬とこの横軸を改善していくような形になるので、まあ、そこの役目が変わってきます。でちょっとですここですね、サプリメントと成長ホルモンのここの差も少し勉強していきたいと思います。成長ホルモン治療っていうのは、まあ、確実にこう上乗せするという意見でいいと思うんですけど、上乗せでね。でそれに対してサプリメントっていうのは何かしら欠乏した場合っていうのはこう逆にこうグラフとかえぐれるわけですね。えぐれる。そうするとその分伸び率が落ちますので、それと防ぐ効果があるので、これですねマイナスをゼロにする作用とかそういった効果もあるというのがサプリメントっていうところになります。で身長先生式成長ホルモン治療に関して言うとここの部分ですね、縦軸と横軸をで総合的に改善することで大幅に最終身長を改善することが考えられる現在最も、強力な治療ですということですので、まあ、このね総合的に治療していくって、そういうふうにご理解いただくといいと思います。ただしですね、まあ、春期遅らせるお薬に関して言うと春期が早くない子に関して逆に遅い子ね、そういった子に関しては使わなかったりしますので、まあ、そこら辺受診していただいてからお伝えしていこうかなというふうに思ってるんですけど、まず皆さんにご理解いただきたいのは身長先生式成長ホルモン治療、こちらの方ですね。それはですね成長ホルモン治療と春季遅らせるお薬とサプリメントですね、まあ、こういったところを総合的に治療していくと、まあ、あとは生活指導、まあ、生活の改善ですね、まあ、こちらに関してはまあ今までかなり多くのメソッドをお伝えしてると思いますので、まあ、それをまた受診したら説明していきますけども、まあ、そういったのを組み合わせてやっていきたいと思いますので、今後もご理解の方よろしくお願いします。それではまた。